どうも、マネージの吉尾です。ナビゾの矢沢です。本日は告知ということで、はい、動画を撮らせてもらいます。お願いします。はい、という告知でしょうか。はい、これまでですね、コメント欄で、はい、マナビズムは早くもう錦田港を出すべきだっていうコメントがですね、まあ、新校舎のことは結構いろいろ言われるんですよ。はい、新宿この前出した、去年の夏明け出した時にコメント欄にも書かれてるんですけど、錦田出すべきだみたいなのがあってですね、本当に錦田港ができます。はい、はい、予定通りに行っていれば、2月1日、開校でございます。はい、そしてそして、これで終わらないわけですね。終わらないです。はい、そしてそして、受験トークへの質問はチャンネル登録をしてコメント欄からお願いします。2月の中旬ですね、中旬に堺東校ができます。すごい。はい、これね、名古屋にあったらマナビズム一択なのにみたいなコメントも最近あってですね、申し訳ない、関西圏にまたできてしまうということで申し訳ないんですけども、兵庫の西宮北口ですね、と堺東に校舎ができますので、今の高校2年生ぜひ問い合わせしてくれたらなというふうに思います。もう浪人生ももちろん受け付けるんで、3年生既卒生来てほしくはないです。受かってね、受かって、受かりましょう。だからそんなことは考えんでいいんですけど、一応そういう受け入れはあるということは伝えておきます。もう今年の受験は諦めてみたいな子で入ってくれてる子は、西北と堺東は開校しないんであれですけど、他の校舎だったらちらほらいるんで、まあもしそういう子もねいれば問い合わせしてくれたらなというふうに思います。いやでもあれですね、自分らでこのやってるこのサービスというかマナビズムっていうところ、まあ自分むっちゃ誇りというかプライド持ってやってるじゃないですか。でこれがこう、まあ西北堺東ってところで新しい地域に出せて、まあまだそこで受験生とこう関われて、でその受験生の成績上げてとか、まあ受験生のこの考え方とか生き方みたいなところに直接触れるっていうのはめちゃくちゃ僕らとしても楽しみなの で、でこれをもっともっとね多くの受験生に対して広げていきたいっていう気持ちがやっぱあるじゃないですか。だからこれからも YouTube チャンネルもそうですし、マナビズムの応援をねよろしくお願いいたします。お願いします。はい、実はですね、あの裏で仕込んでることもまだまだ2020年はありますんで、いろいろみんなにとってねマジかってなるようなことをお伝えしていければなと思います。それではこの動画はここまでしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。